皆様、本日は大変お忙しい中、新価値創造展2017にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより株式会社クースペース川島宗介様によりますご講演を行っていただきます。それでは川島様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。クースペースの川島です。本日はですね、当社の開発技術 ADB 自立分散式転がり軸受けのご紹介をさせていただきます。表題にあります無潤滑 の真空というところがメインですけれども、もうちょっと話は間口を広く取った発表にしたいと思います。で、 ADB は写真のようにベアリングの玉同士を非接触にするという技術です。実は玉同士を非接触化するベアリングというのはウィキペディアに以前より掲載されております。で、 ADB と合わせましてですね、その辺の動画でご覧ください。こちらがウィキペディアの動画ですね。玉軸受けと検索すると、こういう保持器のない理想図と書いたこれが出てきます。で、こちらが ADB です。黒いマジックのところで、減速した玉がその後加速して玉に隙間をつける作るということで、ウィキペディアと同じような、形の配列が実現します。で、こちらADB のですね、隙間を空ける仕掛けなんですけれども、分散地点と呼ぶへこみですね、そこの部分に、赤い線のところですけれども、玉が当たらないことによって回転半径が小さくなります。それによって、左側の図ですとわずかに減速して、右側の図に行きますと加速すると、いうことで、加速する玉は後ろの玉との間に隙間が空くと、そういった原理で、玉同士をバラバラにすることができます。こちらはですね、280mm、外径 280mm、これぐらいのベアリングなんですけれども、4トンの荷重をかけて 3000rpm ということで、スーパースロー映像になります。で、 ADB は高速高荷重でもこのように玉同士が非接触です。で、 ADB のメリットですけれども、ズバリ省エネルギーと故障対策、ということになります。で、ところでですね、ほとんどのベアリング故障、これは油やグリースの問題を含んでます。例えばですね、右側の写真ですね、従来、軸受けとグリースの組み合わせ500時間で、停止しました。保持器の摩耗粉がグリースから油分を吸い取ってしまったものです。で、比較した ADB は、ナノダイヤモンドという、粒入りの微量の潤滑ですけれども、それで OK でした。で、そもそも滑りがないから、こういった摩耗粉が出ない、摩耗しないと。で、ですが一方でですね、ADB は潤沢な油というのが不要だとしても、微量では早く蒸発して補給が必要になってくると、そういったことがございます。じゃあ長期間のメンテナンスフリーにするにはどうしたらいいだろうかというところの、一つの事例ですけれども、シールの裏にですね、ベアリングのシールですとか別付けのシールでも構いませんが、そこの裏に玉に接触しないようにグリスを塗布します。そうしますと、そこから、グリスから自然に分離した油、これが表面張力伝わって、ADB の軌道に流れて長期間潤滑できているということです。で、奥の下の写真ですね、こちらは脱脂したベアリングを水中で 8000rpm で回したものです。で、同じ材料でも従来品は滑りで生じた摩耗粉、これが錆びます。
摩耗粉が原因ですので、例えば錆にして強いステンレスですね、ステンレスとかにしても抜本的な解決にはならず、滑りのない ADB、 これが有効になります。このように ADB はですね、客先責任となる潤滑のロバスト性、これがとても高いベアリングだということです。ただいまの対応状況ですけれども、簡単に、現在はですね、少量生産ということもありまして、市販時空手を改造して作っております。1個より製作します。で、納入実績は約500個、下の表みたいな、ない内訳ですけれども、顧客別ではですね、自動車はじめとする製品組み込み用の、評価を研究者研究所とかで、いただいて、また2番目ですと工場の中で、どうしても水に使うとかバイアリンが壊れるというところに使っていただく補修用ですね、あと民生用と、そういった3種類にバランスよく受注いただいております。で、で事例を3例ほど、1番目は風力なんですけれども、サビとかロックで壊れてしまった、これメーカー、風力発電のメーカー様から、このような錆びちゃったんだけれども、メーカーさんから、防水強化しろというふうな話をいただいていると。で、相談を受けまして、防水が強化でしたらベアリングの内部が錆びるというのはおかしいですねということで、これは多分取り付けの精度に問題があるんでしょうと。で、 ADB 超新性がある ADB ということで、それに稼働し変えていただいて、今フィールドで4年ほど稼働しております。2番目に高温設備、これは、400度C の高温の中で、工場のラインで動いているベアリングですけれども、止まってしまうということで、ADB に変えまして、で二硫化タングステン潤滑というものを使っておるんですけれども、ADB ですと、一応無潤滑と二硫化タングステン潤滑両方テストしてみましょうと。で回転数はカタログ値ですね、他社のカタログ値の約2倍の 500rpm で、無潤滑でもトルクが低くて OK じゃないかと。で 800°C もっと高温になりますと、オールセラミック、下の写真にあるようなそういったものも ADB で、作ることができます。で最後テーマの真空なんですけれども、こちらですね、ちょっと分かりにくいかな、この写真のところで、真空チャンバーの中に小さなフライホイール、重り弾み車があります。それをベアリングで支持しております。で黒い部分がモーターで、モーターで1万 RPM まで、加速しまして、そこでモーターを切り離して、惰性でどこまで回転続けるかと、ざっくり2時間回転し続けるんですけれども、これは茨城大学 の、 岡田先生が JAXA さんとテスト論文にしていただきました。で ADB のナノダイヤコートですと、参考中すべてが従来のグリスの高性能のものよりも2倍長く持つ、半分のトルクであると。で無潤滑であってもですね、3分の2個は、さらに軽く動くという結果が出ております。無潤滑であっても滑りのない条件であれば真空でも使えるということで、この後のステップに進んでいるところでございます。で、いろいろ事例はあるんですが、個別のお客様のことを言うわけにもいきませんので、公表されているところと、お客様のユーザーの情報というところで、1個ご紹介して終わりにしたいと思います。左上はですね、5年ぐらい前ですかね、トラックのハブベアリング、タイヤ支えるベアリングが火災を起こしました。バスでしたかね。で国交省がそれを受けて、確認試験をした。でなかなか再現しません。
で右上の方は風力発電のピッチベアリングって風が風の強弱に合わせて羽の角度を変えるベアリングなんですけれども、やはりこれが外輪がクラックが入って160億円日本製工場さんというところが損失出された。で、まあ、それのそういったようなところの、まあ、代替といいますか対策ベアリングとして推奨しておるわけです。で、この手の、ベアリング故障の再現というのは非常にこう潤滑の状況がきっちり再現できないのか再現できないと、そのためにベアリングの進歩を阻んでいるというところがございまして、私どもの、無潤滑でも真空で動くという確認ができておりますので、まあ、そういったのと比較テストをしていただくというようなところで話が進んでおります。で一番下のでかいのはですね、スイスの小型モーターメーカーですね、マクソンさんって、まあ、最大手だと思いますけれども、こちらの方以前引き合いが来たんですけどなかなか製造対応ができませんで、ただウェブでですね初の滅菌可能ドライブということで、一線サイクルオートクレープ大丈夫と、まあ医療機関なんかに使うやつですね。でこのベアリングを見ますと保持器がなくて玉同士が非接触まるで ADB じゃないかということで、まあ、マクソンさんジャパンの社長さんともお話ししまして、ただまあぜひ作ってほしい、まあ、量産まず見積もりをいただきたいと、200万個マックスだそうです。ですからまあベアリングメーカーさんまたはこれからベアリング作ってもいいかなという思われるところ、ご紹介いただければですね、いいビジネスになると思います。まあ、これ以外にもいっぱいそういう意味で作りたいと、作りたいじゃない作ってほしいというところはあります。作りたいというところがなかなか少なくて苦労しているところ。以上です。ありがとうございました。